皆さんこんにちは、バーチャル DTMer のプランとリオンです。今回は J-POP やアニソンをはじめ様々なヒット曲のコード進行で使われている同主調とピカルディ終始について解説していきます。エモさ、切なさを感じつつもキラキラしたポジティブな印象も与えられるので、ぜひ取り入れてみてください。今回の目次はこちらです。コード進行の知識が多少必要になりますが、コード理論の基礎や応用についての過去動画をご覧いただければ、今日紹介する内容も理解していただけると思います。まだの方はまず過去動画をご覧ください。このチャンネルではこれから DTM を始めようと思っている方や興味のある方、 DTM を始めたばかりの作曲初心者の方に向けた情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をしていろいろな動画を見てみてください。それじゃあ行ってみよう。まずピカルディ終始について解説する前に知っておいてほしい知識があります。それが平行調と同主調です。まずは平行調ですが、ものすごく簡単に言うと、使用する鍵盤が同じメジャースケールとマイナースケールの関係のことを言います。例えば C メジャースケールで使用する鍵盤はドから全全半全全全半と数えますから、ドレミファソラシドですよね。そして A ナチュラルマイナースケールで使用する鍵盤はラから数えて全半全全半全全ですから、ラシドレミファソラとなります。これが平行調の関係です。この構成音が同じという特性を生かして、 A メロはメジャーで明るい響きに、 B メロはマイナーで暗めの響きにしたり、過去に解説したセカンダリードミナントなどをうまく使用してエモい楽曲を作ることができます。そして同主調ですね。どちらかというと今回はこちらの方が重要です。といっても話は単純で、ここでは同じ主音を持つメジャースケールとナチュラルマイナースケールのことだと覚えてもらえば OK です。 A メジャースケールの同主調は A マイナースケール、 G メジャースケールの同主調は G マイナースケール、 C メジャースケールの同主調はC マイナースケールといった具合です。簡単ですよね。この同主調で異なる音は、例えば C メジャーと C マイナーを比べた場合、3度、6度、7度が半音ずつ下がっているミとミフラット、ラとラフラット、シとシフラットということになります。そしてこの同主調の面白いところは、同主調のコードを混ぜることができ、片方のダイアトニックコードだけでは表現できないかっこよさ、エモい響きを作ることができます。G を同主調 C マイナースケールから借りた G マイナーに、 A マイナーも同じように同主調 C マイナースケールから借りた A フラットに変更、そして B フラットも同主調 C マイナースケールから借りて追加したコード進行です。特に A フラット、B フラット、C の部分がエモいというかキラキラした感じがしますよね。C マイナースケールから借りてという話ですが、逆に言うと C マイナースケールのダイアトニックコードで言えば A フラット、B フラット、C マイナーで終わるところなのに、一番最後の C マイナーを同主調 C メジャースケールから借りた C に変更しているとも言えます。ですから今回のようにマイナーが来ると思わせて明るいメジャーに行くのはもちろん、メジャーに行くと思わせて悲しい雰囲気のマイナーに行くなんてことも可能です。同主調はお互いのスケールが持ちつ持たれつの関係で、お互いの足りない部分を補いつつ、そのポテンシャルをさらに発揮できる、まるでヨキッチとマレー、フォックスとサボニス、古くはストックトンとマローンみたいなコンビを想像すればわかりますよね。全くわからん。それでは改めてこちらの2つのコード進行を聞き比べてみましょう。1つ目は暗くて悲しげで切ないまま終わりって感じで、報われずに引退しそうなアイドルって感じだけど、二つ目は切なさの中にキラキラした希望みたいなものも感じる終わり方で、売れそうなアイドルって感じ。
皆さんもお気づきの通り違いはたった一つ。最後のコードの Am を A に変えただけなんですよね。それだけでエモさの中にポジティブなイメージを演出することができます。ではその理由に触れていきましょう。この楽曲は Am にドミナントモーションするセカンダリードミナントの E7 や半音加工の進行によりノンダイアトニックコードが入っていますが、楽曲自体は C メジャースケールとなっています。ですので、セオリー的に言えば、Dm7、E7 の後には C メジャースケールの構成音である Am、もしくは Am7 で終わるということになります。また、Dm7、E7 という流れは A ハーモニックマイナースケールのダイアトニックコードですから、やはり Am、もしくは Am7 が妥当です。もうお分かりですね。最後の A がどこから来たかというと、Am スケールの同主張である A メジャースケールのトニック、A メジャーコードを借りてきたということです。このようにマイナーキーの最後を同主張のメジャーキーで終わる、もしくは変更することをピカルディ終始やピカルディの3度と呼びます。楽曲中もそうですが、サビの最後や楽曲の最後など、各パートを切なさも出しつつ、盛り上がりきって終わらせたいときにぴったりのテクニックですので、ぜひ使用してみてください。それではピカルディの応用というかよくあるパターンを紹介します。と言っても超簡単です。サス4を挟むだけ。3度の音がなくメジャーでもマイナーでもないサス4コードだからこそ、メジャースケールとマイナースケールを行き来するピカルディの終始の前に入れることで滑らかな進行にすることができますね。ちなみにこのサス4はメジャーともマイナーとも言えない特性を生かしていろいろな場面で使うことができます。ピカルディ終始の前に挟むのと同じ要領で、以前にも紹介しましたがドミナント7の前に挟むこともできます。挟み込むだけじゃなくて代理コードとしても使えるんだったよね。ただこのようにサス4が連続したり、サス4だらけになると逆にメジャーかマイナーかがはっきりしなさすぎてつかみどころのないコード進行になるので、やりすぎ注意です。ピカルディ終始を含めサス4もうまく取り入れて、切ないながらも盛り上がれるコード進行をぜひ作ってくださいね。それでは最後にコード進行作成に役立つおすすめのプラグイン、インスタコード2を紹介します。インスタコード2には初めからおすすめのコード進行が収録されていて、それを楽器が弾けない人でもミディキーボードで指1本、もしくはクリックするだけで鳴らすことができて、マウスでドラッグ&ドロップするだけで DAW ソフトに即座に取り込むことができます。コードを鳴らすだけでなく、そのコードで様々なバッキングパターンの演奏も提案してくれるので、まさに楽器未経験、作曲初心者の方が楽しく曲を作れるようになるプラグインです。そして今日学習した同主張やピカルディの終始を使用する際にも役立ちます。例えば C メジャースケールの同主張は C マイナースケールでしたよね。仮にそれが分かっても楽器未経験の方は即座に C マイナースケールのダイアトニックコードを弾ける人は少ないと思います。特に黒鍵が入ってくるともうこんがらがってくるよね。インスタコード2には好きなコードを登録しておけるので、このように C マイナースケールのダイアトニックコードを丸々登録しておけば即座に呼び出すことができます。もちろんその都度使いたいコードをここで入力しても OK ですから、ピカルディの終始を使ったコード進行を思いついた時にこうして登録することで、ピアノが弾けない方でも簡単に再現できます。弾きたいマイナースケールのコードやサス4の構成音をいちいち本やネットで調べて、それをまた打ち込んでというのはかなり大変で、その面倒な作業こそが趣味で DTM が続かない、途中でやめてしまう原因にもなってくると思います。知識がない方でも作曲がはかどるインスタコード2ですが、
今日学んだことを理解した上で使用するとよりその力を発揮できますよね。こういった便利なものを使うことで DTM が楽しくなり、自分の作りたい理想の曲が作れるようになることで、結果的に DTM が長続きすると思うので、ぜひインスタコード2を活用してみてください。使い方やインストール方法を詳しく解説した動画と購入先は概要欄に載せておくので、ぜひそちらからチェックしてくださいね。ということで、同視聴、そしてピカル D 修士の話いかがでしたか？とりあえず理論とかはどうでもいいので、 C メジャースケールであればコードの最後に A フラット、 B フラット、 C サス4、 C という進行をぶち込むとかっこよくなるくらいの感覚でとりあえずいいと思います。このチャンネルの動画は音楽理論を細かく勉強することが目的ではなく、どのようにして DTM 初心者の方が自分の理想の曲が作れるようになるかを目的としていますので、あまり難しく考えなくて OK です。逆に音楽理論などを細かく正確に知りたいとか語りたいという方は、参考書などを読んだり学校に通うのがいいと思います。とりあえず理屈を理解しきれなくても、このコードをここに入れるとかっこよくなるとか、ここにサス4を挟むといい感じになるとか、メモ書き程度でも良いので書き留めておくといいかもしれませんね。そうすることで、まずダイアトニックコードでコード進行を作って、そこからどうアレンジしていくかの引き出しが増えます。そうすることでコード進行作りや楽曲制作が楽しくなると思いますよ。ただし無理は禁物です。学ぶことが多くなってくると、面倒くさくなったり辛くなったりすることもあると思います。楽しくないと趣味で DTM なんて続きませんので、辛くなった時は一回ストップしましょう。やれる範囲で自分のペースで頑張ってくださいね。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。